は JR の有楽町駅の反対側にあります有楽町マリオンの有楽町朝日ホールを会場を中心に開催している映画祭で、今年11月の22日から開催する映画祭が第15回目を迎えます。東京フィルメックスでは2006年から三菱地所と共同で映画に関する多くのイベントを主催してきました。東京フィルメックスというのはアジアの新進作家のコンペティションがメインに据えられた国際映画祭です。で、私たちが映画を見る際、特に外国映画を見る際には、それがハリウッド映画であれ、フランス映画であれ、あとフィルメックスであるようなアジアの映画に関しても、欠かせないものが、日本語の字幕だと思っています。本日は、ここ数年ずっと繰り返しているんですけれども、この映画の字幕を取り上げて、皆さんとご一緒に学び考える機会を企画いたしました。ここのに実施にあたりましてご協力いただきました、三菱地所様に心より御礼申し上げます。今回ですね、私はフィルメックスがすごいなと思うのは、これから皆さんに見ていただく映画祭で上映する作品の制作の途中、今途中なんですね、のものをですね、今日皆さんにもちょっともうですね、課題といいますか資料をお配りしてありまして、そのダイアログリスト、13ぐらいのセリフがあるんですね。でそれをもう皆様お目通しいただいた方も、まだご覧になっていただいてない方もいらっしゃいますけれども、それをですね、今日ここで一緒にですね、役を作っていくということを、こんなことをやれるのは東京フィルメックスしか。それではその字幕制作というのがですね、皆さん普通その映画館でご覧になるだけだと思うので、それがどのように作られているのかというのをちょっとですね、流れをお願いいたします。ちょっと映していただいて、斉藤さんにお話しいただければと思います。ちょっとこれ皆さんのお手元にもございますけれども、このちょっと古いですかね、この制作の流れというのは。そうですね、まあこんなもんじゃないですかね。まあなんだろう、この通りにはいかないけれども、まあこんなような感じで、今はこの試写っていうのは今ほとんどないですね。試写が今ないっていうことですか。プリントチェックする必要がなくなっちゃったんで、今は何でも素材が DVD とか映像素材でダウンロードするとか、そういうので、あるいはスクリーンアウトで試写のプリントチェックっていうのは、ね、なくなっちゃったんです。まずプリントがないので、ね、ここはなしです。ここの試写っていうのは、以前はそのフィルムだったので、一度その輸入したものをかけてですね、見るんですね。傷がないかとか、そういうのをチェックするんですね。それで翻訳者がその場でもしかしてセリフに番号をつけることもあった。すごい昔の頃っていうか、戸田さんとか、戸田さんの先生の清水俊二さんの頃は、そのそこでこうやるっていうことが多かったです。今斉藤さんが箱をやるって、箱っておっしゃいましたけども、その箱とは何かっていうのも普通我々は分かりませんよね。箱とはこの次のですね、台本箱書きっていうのがありますけれども、ちょっとご説明いただいてよろしいですか。前によくなんか字幕やってますとか言うと、映画を聞き取って私がね、それでなんか台本を作るところから始めるんじゃないかとか思ってる人がいてびっくりしたんですが、そうではなくって、台本が制作会社の方から送られてくるんですね。外国に映画を輸出する場合は、その制作会社が出来上がった映画のセリフだけを抜き出して台本を作るんです。これは向こうの会社の、向こうの会社じゃない、向こうの国のラボが作る場合もありますけれども、その、まあ、なんだろう、台本っていろいろあって、すごく詳しいところからすごく荒いものまであるんですけど、まあ、そういうのが送られてきて、それをに番号を振っていくのを箱っていうんですね。今お手元にあります、番号のですね、この、数字の表があるものが皆様のお手元に配られていると思いますけれども、その上の方のものがですね、これ箱書き台本というふうに言います。番号をつけてますね、セリフに。はい、
これが箱っていって台本番号を振っていって、その下に、1から何番振ってあって細かい数字が並んでいるのがあるんですが、これがスポーティングリストっていうもので、これはラボで測ってもらうやつなんですけど、まあ、自分でやる場合もある。字幕制作会社でですね、セリフの長さを測るんです。まず翻訳者があるんですよね。番号をこうやってつけますと、この例えば2番だったら2番の、そう、2番のイン点とイン点からアウト点までを測ってくれて、それでその、インポイントっていうのが書いてあるでしょう。あの下の小さな細かい数字がいっぱい並んでるところ、インポイント、アウトポイントで、デュレーションっていうのがあって、それで、1番を見ていただくと、インポイントは22秒13フレームから28秒17フレームで、デュレーションは6秒4フレームで、実数ってこれはまあ親切の方で、実数は25文字入りますっていう意味ですね。で、2番が、ディレクションっていう書いてあるところの箱なので、これは監督名のところですね。違うやつなの？あ、ごめんなさい。でも一応とりあえず監督名は監督名だけどね。で、インテンドアップ点があって、デュレーションが3221フレで15文字監督って書いて、これアテネのスポッティングリストだから、アテネっていうのは新設に書いてある、文化センターの字幕制作室ですね、はい、監督名を入れる。で、まあ、これは映画祭のスポッティングリストなので、タイトルと監督名を入れる場合があるんですが、配給する場合はタイトル、はい、監督名は入れません。なので3から入ります。はい、ありがとうございます。このデュレーションは昔はコマだったんですけど、今はフレームなんですね。もう本当にフィルムがなくなっちゃったんで、こういうところにも映画が変わっていくっていう感じがあるんです。今のちょうどですね、そのフィルムがなくなって、その完全にデジタルに入ったばっかりっていうところですよね。そうですよね。だから非常にその映画字幕の制作もですね、プロセスが少しっていうんでしょうか、かなり合わせてきて変わってきてますよね。ですので、前はその前に入手するときに1巻大体15分から20分ぐらいなんですけど、 ABABAB で来るので、1巻が AB 巻になって小巻きになるので、ね、それを A 巻だけ先に見るとか、 1 巻だけ先に見るとかして、巻っておっしゃってるのは缶に入ってくるんです。缶にフィルムがこういう丸い缶に入ってきて、それが1巻分こう巻いたのがですね、大巻きにすると大体15分なんですけど、小巻きで来るんですね。それが大体2本いっぺんに入手するんで、 A の缶と B の缶があって、それを1巻ずつ混ぜこぜにしてみるっていうか、まず AAA じゃなくて ABAB、 1巻が A だったら2巻目を B、 3巻目が A だったら4巻目を B って見て、それでつまり焼きムラがある場合があるので、 A と B は同時に焼いてるので、なのでこう混ぜてみると焼きムラが分かるじゃないですか。 A と B だったら、こっちがちょっと青っぽいとか、こっちがちょっと茶色いとか、 ABAB で見るとあちょっと違うとか、これはその色をチェックするわけですね。そうです、そうです、そうやって見てた昔はね。でも今はないです。斉藤さんちょっと覚えてもしょうがないです。アメリも翻訳されてますし、いろいろ、まあ、フランス語が一番専門でいらっしゃいますよね。そうですね、最初はフランス語でできるかなと思ったんですけど、フランス映画って絶対数はそんなに少ないし、多くないし、フランス語の字幕翻訳者って結構いるので、うん、もうどうしても英語をやらないといけなくなって、ちょっとスライドして英語をやっておりますよ。で、フランスに留学されて、もう古い時代の字幕制作と、それから今デジタル時代に入った制作の両方をですね、体験されているっていう貴重な方ですよね。まあ、留学時代は全然字幕をやってなかったんで、これは帰ってきてからなんですけど、ちょうど私が字幕を始めた頃が、まだカードに書いてる時代だったんですよね。で、この間フィルムシネアーツって一番大きな字幕の制作会社なんですけど、シネアーツに行って、ああもうなんか字幕もすっかり様変わりしちゃって、カードでもなくなったし、それからその後で、レーザー字幕っていうのがあって、プリントにレーザーでこう入れ
レーザー字幕っていうシステムがあったんですけど、もうレーザー字幕がなくなったねっていう話をして、今は DCP で入れちゃうので、そのフィルムにエッチングをしてこう字幕を入れるっていうことが物理的な字幕の制作っていうのがなくなっちゃったんですね。だから載せてるっていう感じですね。で、その載せるって言ったって、ね、土台がフィルムじゃなくてデータっていうか、あの映像だから、だからもう全然違うんですよね。だからカードライターなんていうのもなくなってしまったし、字幕の制作って本当に全く変わってしまった。まあ映画自体フィルムがなくなっちゃったんで仕方がないんですけど、もうこの10年あっという間だったっていう感じですね。はい、まあそうなんですよ。ちょっと今アメリで思い出したんだけど、クレームブルーレね、またね、そのクレームブルーレを、日本に普及させたのは多分斉藤さんの功労だと思うんだけど、まあ、またちょっと前お聞きになった方は、あれですけども、また、ね、長くなっちゃいますけども、いろいろね。で、まあ、映画っていうのはその、まあ、字幕によって良くなることとかっていうのはありえないんですけど、悪くなることはあるっていうのはありますよね。でまた映画でもってですね、そういろいろ流行を作り出すとかですね、そういうことも、まあ、あるわけですよね。それは千葉君の大きな責任でもありますね。いやまず一番大きな責任は映画の足を引っ張らないことですね。それが一番大きいと思います。それで言葉 が全く違うお客様に見ていただくので、なるべく助けになるように、それで出しゃばらないで映画の面白さがストレートに伝わるというか、監督の意図がちゃんと伝わるように補助するが字幕の役割だと思います。スポリスとか、ちょっとよく言いますけど、スポリスが来たらですね、それを見て、見ながら縦だったら10文字、横だったら12文字の翻訳をつけていくわけです。今はもうDVD で映像を見ながらつけられますけれども、まあ、その福田さんの師匠の清水先生が字幕っていうのを始めたんですけど、清水先生の頃なんかはもう見たらもうすぐに翻訳をやって、で、試写室で知ってもらって、それを見ながら手直しするみたいなことだったんですけど、もうその後ビデオっていうものができてからは、もう翻訳書はビデオを見ながら翻訳できるようになったんで、間違いがですね、なったということはありますね。以前はその試写室で一回見ただけでもう翻訳をしてたわけですよね。まあそのビデオがなかった、メモを取りながら、うん、それでその当時はっていうもう何度も回してもらえたんですよね。その翻訳者のために、うん、そう博士さん、静雄さんってすごく有名な英語で、ね、映画の翻訳者がやってもらえたんだけれども、なんかすごく粘っていて、なんか、リストを持ってこいとか言われて、なんか持っていったらおでん屋さんで飲んでたとかさ、それがすごく悔しかったとか言ってましたけども、とにかくその昔はね、とっても粘ってたそうです。今は違いますよ、もう下手にも。あ、そうですか。そうですよ、すみませんって言った、とにかく頭を下げる、そういう感じですね。翻訳者の地位もまた上がる、まあ、翻訳する人がすごく増えたっていうことと、それからやっぱり当時違ってみたい、英語とかもう外国語みんな分かるようになってきたん で翻訳師なんかそんなに特殊な仕事ではないというか、まあ、字幕自体はちょっと翻訳の中では特殊な方だと思いますけど、それほどなんかエバってやるようなことじゃないと私は思ってます。まあ、でもいかに字幕が重要かっていうのはまた演習をしながらですね、お話しいただければと思います。で、はい、今は翻訳が上がるとそのラボに翻訳の原稿を送るとカリエックスっていうのを作ってくれるんですね。後でご覧になっていただけますけれども、そうするとその自分が訳した最初の初稿とが絵に乗って見られるわけ でそこで多少のズレとか、それから翻訳の間違いとか、あるいはここはこれじゃなくてあれだったとかね、This とか書いてあってこれとか訳したらあれだったみたいな、なんかそういうもののちょっと手直しをしまして、で、初号っていうことになるわけですね。はいですね。今日これからカリミックスというのをですね、後で一
応斉藤さんがですねやってくださって載せたものをですね皆さんにご覧いただきます。こういうことはまあ普通の映画祭ではありえないんですけども、本当は見せちゃいけないのかな、大丈夫なんですね。まあ最初のところだけだし、そんなに長くないコンセプトとしてはあんまり見せたくないや。いやでもね、私いつも、ね、私前別の大学で非常勤やってた時にやっぱりこういう演習やってもらったことあるんですけど、必ずやっぱり頭のところをやってもらったんですね。なぜかというと映画は頭のところが一番難しいんですよ。簡単なようで難しくて、で映画 その滑り出しっていうところには結構いろんな情報が詰まっていて、で字幕でさりげなく説明しなくちゃいけないことっていうのが、ね、多いんです。だ意外にこれは10いくつ、13ぐらいですかね、はい、前回は20いくつぐらいあってとっても全部説明しきれなかったんで今回少なくしたんですけど、簡単なようでちょっとした、まあ、難しさみたいなのがあることだと思います。去年はですね、アニエス・トゥルブレ監督の、まあ、アニエス・ペーさんですね、の、監督なさった私の名前はを斉藤さんがやってくださった字幕をつけられたので、その途中のカリミックスを皆さんにこうお見せしたわけでしたね。そして皆さんにやっていただいた。私もちょっと悩んでるところをやったんで、まあ、本番ではやっぱり、かなり変えたので、見ていただいた方にはあこうやって変えたのかと思っていただけたと思います。今回も去年の私の名前もちょっと子どもの虐待の問題を扱った社会派なアニエスさんがいろんなことを考えて作られた映画だったんですが、今年皆さんにやっていただく彼女のそうですね、はもうまたこれも、障害者の介護というで、これがなかなか弱った後にうんうんって重かったですか。重かったですね、うん、あこれはもう何だろう解決の道はないなってもうちょっと大変ですね、うん、でもちょっとこのお手元の資料を見ていただいてください、うん、見てください。私が作ったんですけど最初に訂正があります。これは2人の姉妹の話で、お姉さんと妹で、妹が障害者なんですけど、シェリーっていうふうに書いてあるんですけど、これはですね、実はシェリーではなかったんですね。で、お姉さんは本当はレイチェル、まあ、英語で言うとレイチェルなんですけど、ヘブライ語だと思うんですが、この読みにするとラヘルだったんですね。なので、本当はヘリなんですね。なので、私の翻訳の方ではヘリに直しました。日本語で外国人の名前を訳すときの注意があるんですけど、日本では習慣的にその現地読みにするんですね。だからフランス人はフランス語読みっていうか、でイギリス人はイギリスの読みみたいにするんですね。これは、外国ではあまりないことで、つまり英語もフランス語もドイツ語も全部横文字っていうか同じアルファベットを使うので言葉を翻訳する必要はないんでそのまま載せられるんですけど、日本語の場合は読まなきゃいけないのでそれをつけるんですけど、例えばその国によって同じその続いても読み方が違ってくるんで、レイチェルの場合は特にそうなんですけど、ラヘルという場合もあるし、ラッシェンだっけという場合もありますよね。それからムザビエとかいう名前があるんですけど、フランス語ではムザビエっていうのはスペイン語ではハビエルになるし、それから同じスペインでもこの間独立の投票があったカタロニアではシャビエルになるんですよね。だからそういうのをちょっと注意がいるということで、これは私のミスなんですが、皆さんにはミスしていただかないようになるべくどの国の言葉でどういう読み方をするかっていうのは今はネットで調べると割と簡単に出てくるので、翻訳する前にはチェックをお願いいたします。これは土地の読み方も同じで、今やってる別の映画もどういうふうに読むかっていうので、すごい担当配給の担当の人と今日やってたんですけど、ウェールズ語なんでとっても読み方が難しくて、それで今はねでもねネットで検索すると読み方が音で出てくるってことがあるんですよ。それは本当に便利になりますよね。便利は便利なの。じゃあそれをどういうカタカナに直すかって、そこでまた問題が出てくるんですよ。まあ、ベース語なんてね、どういうふうに書いてもみんな分かんないと思ったら、あんまり出てくるけど、そういうごまかした。これはヘブライ語です。
ですよね、この映画は。私はこれね、何語かよく分かんないんですよね。イスラエルだから、エブライオかイデシュかどっちかだと思うんですけど、うん、私はその辺の区別がつかないんです、申し訳ありません。なので、英語から翻訳しました。この台本はこう英語で来るわけですよね。そうです。はい。うん、やはりその人名というのは非常に難しいです。難しいです。うん、私も中国語の人名訳するときはですね、そのまま漢字を使ってその上にルビを振ったりですね、その最近ではですそれはうるさいって言われ、ルビ振るのは やめてくれって言われて、そのカタカナだけに統一してくださいって言うんですね。例えばワンチュエンだったら読みにくいんだよね、私本当に読めてほしいと思います嫌でしょ、うん、カタカナは私も実は嫌なんですね。こう中国人でせっかくその、まあ、我々共通のですね、漢字というものがありながら、そのカタカナを使わされるっていうのはとても嫌なんですけど、でも全体のその傾向としてはですね、カタカナの方が多いです今、うん、でも時代劇の場合はさすがにね、そのカタカナで例えばですね、カウンとか出てきたら、クワンユって書いたら変でしょ、なんか 何が何だか分かんないので、さすがにそれはカウンって書いて、ルビを振ってある。でも習近平は漢字で書くよね。習近平ね、漢字で書くんですけど、なんかちょっとね、映画の世界は、映画はダメなの、それちょっとね、カタカナが、カタチワコじゃなくて、そうでしょ、大変なんです。まあ、人名、地名はちょっと嫌ですね。嫌ですね。で、聞いてるほら、音と合わないと、なんとなく気分が良くない。カタカナは嫌だねって、時間を取るから。Q&A タイムをやりましょうという形でお時間をいただいたので、ちょっともう5分10分ですけれども短い時間ですが、今これ全体を見た後の皆さんの質問とかありましたら、お受けしたいと思いますので、基本的なことなんですけれども、今日は字幕の翻訳ということなんですけれども、吹き替えの翻訳というのもやられてるんですが、それとも全然職種としては、はい、英語は職種は全然違います。はい、手法がやっぱり違うということですか。はい、文字がまず違うし、やっぱり手法も違いますし、何て言うんだろう、社会が全然違う。つまり、字幕業界と吹き替え業界って全然違うんですね。はい、両方やってる方もいらっしゃいますね。いらっしゃいますね。私はそうですね。私はそれで別の技術。そうですね、たくさんあるんですよ、吹き替えの方が。そうで、あと口調もあるし、それから吹き替えする方の個性みたいなのもあるし、で多分そういうのに合った。昔は高田彩子さんっていうのがでテレビに行かな、彼女がやってたけど、そういうふうにやっぱり特殊だと思います。向き不向きがあります。私会った方のお嬢さんの字幕の方を翻訳したいっておっしゃってて、で最初にやった字幕を見たんで、見て、あっと思ったんで、その方に、お嬢さんは字幕は見ませんって言っちゃったんで、ふっとしてたけど、でもその方、やっぱお嬢さんは字幕をやめてですね、一回の方の翻訳者になりました。だから、向き不向きがあるんですよ。長く訳しちゃう人は、字幕をやめた方がいいです。締めのフレーズが出たところで、今日はこちらで終了しまして、この後懇談会でしたで、お時間をいただくと、飲み物が用意されていて、あと皆さんにはアンケートをこれからご記入いただきたいということをお願いしつつ、こちらで終了したいと思います。樋口さんと斉藤あずまさん、どうもありがとうございました。